世話が焼ける。まずい。今すぐに二人を連れ出さなきゃ。何してんだろう。あの子たちはスカーでしょ。私、ごめん。あの子は腕動かすよ。おいで。どこに連れてくの。いいから。どうする気。死なずに済むかも。キット全部持ってきて。あれだ、平気だから弓を出せ。この弓だ。アリス、待ってないで。アリス、早く弓を出して。なんだよこいつ。アリス、レブを下ろして。お願い。その子たちは命の恩人。手当てしてくれない。この子はヤーラ。どうしたの。ハンマーで。私じゃない。寝かせて。これはどう。やら、ダメ。消毒してはめ直す。骨が砕けてる。コンパートメント症候群。それどういうこと。切断しなきゃダメってこと。やらは兵士なんだ。腕を切るなんてダメだよ。残せば壊死してしまうの。何でもいいから痛みを止めて、お願い。何がいるの。理想を言えばノコギリ、縫合紙、監視に抗生物質。でもそんなものここにはない。ナイフはある。火もな。切って焼けばいい。それじゃ感染症で死ぬ。リスト書いて病院に行って必要なものを。丸一日かかる。それでもいい。アビー、あなたが良くてもこの子が持たないの。
2時間で病院に行けるとしたらウルフの病院でしょ。西にあるやつ。2時間。橋を作ったんだ、高いとこにね。そうやって洪水とお前らから身を守ってる。2時間なら間に合う。ええ、多分ね。リストちょうだい。待てよ、お前正気か。スカーが使ってる橋だぞ。少人数でしか使わないんだ。少数なら平気。バカはよせ。行こう。お導きをお守りください。アビー、アビー。おい。何？お前、それ俺の鍵。ごめん。な、ちゃんと話そう。何を？なんでこんなこと。さっきいきなり来たんだよ。ああ、そう。昨夜のことは気づかれてない。別に、そんなことどうでもいい。よくないだろ。開けて。後悔するなよ。見落としてたなんてね。ウルフは上見ないし。どういう意味？どんなにウルフが強くたって仲間が必ず抜け道を見つけるんだ。殺されそうになったってのにまだ仲間って言うわけ？マジで、どれだけ登るつもりなの？今更かもしれないが、息子さんのことは気の毒だったな。あの子、今。ジョン！起きて、ヤブリがいるぞ！ウルフもだ！正気？大丈夫だよ。僕だけ見て。最悪。ああ、やば。最低。あんたなんで怖くないの？預言者のうんちくはなしに。高いとこは全然怖くない。じゃあ何が？海。犬も。マジで無理。もうすぐだよ。
見て、病院が見えたよ。無理、ありえない。僕を見て。レブ、私には無理だってば。無理じゃない。無理。大丈夫、マコトの力だよ。マコトの力をお与えください。あともう少し。絶対いける。平気。ちょっと待って。お願い。分かった。オッケー、行こう。で、次は？わかんない。どういうこと？ここで会ってるんだけど、来るのは初めてなんだ。橋を進めば建物の裏に行けたけど、終わったけどね。だったら、自分たちで道探すしかないね。耳鳴りがする。この程度で済んだよ、よかった。今ので最後。これあげる。貸して。もっと急がなきゃ。これ以上は危険。二人とも死んだら姉さんはどうするの。よし、大丈夫。下に行く道はあった？ううん。